こんばんは、時代のチャンネルです。ということで、実はですね、今回私はですね、ある会場に来てるんですよ。なぜならば、ちょっとある人たちをですね、お祝いしたいと思うべく、まあね、ちょっと音楽も流れてるんで、気づく人は気づくかもしれないけども、ある会場に来てるということなんでございます。そして、なんと、時代のチャンネル、初のゲストが来てくれてまーす。なんだかよくわかんないパンダみたいな人でーす。あ、ごめん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 。悪かったよ。おもちゃってここにいます。ということで、我々は今、ドリームフェスティバル、ドリフェスの現場に来てまーす。いや、初めてだったね。YouTube 出て大丈夫だよね。大丈夫だよね。あ、すごい、即決なんだね。ちょっと今日はさ、あの、ジャンプをさ、15周年だから、ちょっとお祝いにしてきたんだけども、ちょっとあの人たちに言ってないから、ちょっと黙っといてもらってもいい？そう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 。ちょっと黙っといて、本番で、あの、すぐステージ出て、お祝いするから、それまでちょっと、黙っといて。あんた、ついてくでしょ？黙ってくれ。いや、ダメだな。もう約束してもらわないとダメだな。黙ってくれ。お前、あの、出た後いいから。ということで、ちょっと今日お邪魔するんで、よろしくお願いします。え、来れるの？え、何？え、ください。いや、これは大丈夫だわ。あ、これ分かってない。嘘やん、ギャグじゃん。いや、ありがとうございます。ということで、今日はドリフェスの現場からお伝えしたいと思います。行ってきます。ありがとうございます。ここ行きます。もちゃん、よかったね、皆さんに会って。初ドラフト、帰りの日に会って。3枚撮ります。ありがとうございます。ありがとうございました。メイクに入ろう。行くぞ。場所があるんだね。あ、痛い痛い痛い。怖い。
ということで、あ、私のもう以上 T シャツの用意してもらったので、あとは時間を待ちましょう。移動してます。私はこれからもう本番立つと、ここから入りますよ。私ありがとうございます。違いますよ。なん急に何ですか。いや、ちょっと家帰ろうと思ったら、家の隣のなんかこの体育館みたいなところが盛り上がってるから、何か音が聞こえてやってたのよ、ライブを。の割には振り付け完璧だったじゃないですか。盛り上がってますか。ジャンプはあと山田涼介、中島優斗、八乙女光の8人で活動しています。これからどっかだったらどうぞ応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。ここにいるジャンプのファンのみんな、15周年おめでとう。ありがとうございます。15周年本当に本当におめでとう。ただまだまだ頑張れ、まだいける、これが俺からのエールだ。ありがとうございます。山本と取っとこう。ありがとうございます。皆さん本当にでも当初のいわゆるその、まあ、お祝いということで駆けつけたこの思いはできたんじゃないかなと思うので、まず一安心ということで帰りますよ。もう急いで、バレちゃうから。
メンバーにバレちゃう。入りましょう。ということで皆さんもしよかったらジャンプのコンサートもまだまだたくさんあると思いますので遊びに行っていただけたらと思います。ということで私は帰ります。お疲れ様です。ありがとうございます。カメラジャニノだ。ジャニノのカメラだ。ジャニノだな。びっくりした。二宮くん、びっくりした。いきなり後ろがトトトトトって聞こえた。振り返ったらありがとう言いに来ました。せっかくなんで。あっちもうちょっとここかな。すいません。失礼します。失礼します。ジャンプです。え？何？何やってんだ？いないですか？早っ！もう帰ったんすか？もう帰ってた。早っ！かっこよすぎるだろ、あの先輩。マジだよ。かっこよすぎるだろ。ちょっと。早っ！